皆様こんにちは、プルースです。今 IT の巨人たちが新しい市場を刈り取りに行っています。それはどういうフロンティアかというと、ノーコードローコードの市場です。 Google Cloud は最近コードレスのソフトウェア市場領域に着目して、最大のプレイヤーの一つとしてされるアップシートという会社を買収。これにより非エンジニアの人々が専門のコーディングスキルなしでアプリを開発できるようになります。新しい市場に着目していく彼ら IT の巨人たちの動きを CNBC の方でお伝えしているので、こちらご紹介していきたいと思います。参照している記事は Next Frontier in Microsoft Google Amazon Cloud Battle is over a worldwide without code です。詳細についてお伝えします。 Google、Amazon、Microsoft を中心とした大手 IT 企業が非エンジニアの人々でもコーディングスキルなしでアプリを開発できるようなサービスおよびその領域に着目し、ここの市場が伸びていくというふうに彼らは予想しています。あるマイクロソフトの幹部は CNBC の取材に対して、ローコードが今後主要な収益源になると予想していると語っています。で、こちらもすでに実績が出ておりまして、アメリカのニューヨーク市ではノンコードで制作したアプリをリリースしています。こちらコロナウイルスに関するアプリをリリースしているんですけども、まあ今コロナウイルスによってアメリカは非常に混乱を招いている事実があります。今ニューヨーク市ではほんの数日でコンピューターコードを一つも書くことなく、コロナウイルス対策危機管理のソフトウェアプラットフォームを制作しました。このニューヨーク市が作成したアプリはウイルス感染エリアをマッピング、ホットスポット、まあ感染が非常に大きく出ているスポットを特定し、住民を重要なサービスに接続できるオンラインポータルサービスです。で、これらはアンクウォークという会社の提供しているサービスを使って構築されています。これは視覚的なドラッグ&ドロップを使って作ることができるということで、このニューヨーク市によると72時間でサービスを開始できたとされています。まあ、ニューヨーク市の情報技術通信局の委員の人は、まあ、情報は力であり我々は時間との戦いにあるというふうに述べていて、このアンクウォークに対して非常に感謝をしているということのようです。ですので、まあ、これらを使って世界中の各行政機関などでコロナウイルス対策としてパンデミックに対抗するために、リアルタイムで多くのデータを集積する追跡するためのアプリを簡単に素早くリリースするっていうことが可能になると、その一つのモデルとして我々はありたいというふうに述べています。コードなしと呼ばれるものについては、 Microsoft Azure とか Google Cloud で、先の Google Cloud、 Google については今年初めに先のアップシートという会社を買収していまして、このアップシートもローコード、コードなしでコードレスでアプリを作ることが簡単にできるというものです。で、Amazon も AWS for Everyone というローコードで AWS を管理できるサービスを展開し始めているため、この動きというのはやっぱり非エンジニアに対してももっと自分たちのサービスを使ってもらうという意図があり、もっと簡単に誰でも使ってアプリが活発に開発できるような世界を生み出したいという意図があるようです。で、この市場を見込んでですね、今後5年間でおよそ4億5000万の新しいアプリが誕生するというふうに彼らは予測しています。アンクウォークの最高マーケティング責任者のアレックスさんは、これまで何年も費やしてきたアプリ開発、自分たちのサービスを使えば数ヶ月で構築可能だと。そしてのコードはなし。で、少数の開発者がビジネスマンと集まって最終的な作業ソフトウェアを3ヶ月くらいで完成できますよというふうに謳っています。アンクウォーク自体は自社で約100人のコーダーを雇用しておりまして、彼らのサービス自体は主に金融向け、まあ、あのゴールドマンサックスとか証券会社とか含めた金融会社に向けたサービスをに焦点を当ててきましたけども、 CEO のギャリーさんは自社の野望は金融業界だけにとどまらなくて、ヘルスケア、病院、不動産、政府などのあらゆる変化の遅いというふうに彼らは言ってるんですけども、変化の遅い会社や機関に対して自分たちのサービスを使ってもらってアプリをどんどん作ってもらいたいというふうに言っています。そしてこれらはマイクロソフト、Azure、Google Cloud、AWS の3つの主要なクラウドプラットフォームで機能連携できるというふうに、まあ、言っていまして、それはここが勝つのかなというふうに思います。で、マイクロソフトは今後5年間で5億ほどの新しいアプリが作成されると予想していまして、これは過去40年間の間に作成された全てのアプリよりも多いというもので、これがまあ非エンジニアに広まっていくことによって爆発的にみんなアプリを作るようになるというふうに予測しています。ただし、オラクル出身で Google クラウドのゼネラルマネージャーアミット・ザベリー氏は、ソフトウェアが存在する限りはアプリの構築をより簡単にする構想はずっと以前よりありましたが、コードなしで複数のプラットフォームで横断的に実行できる環境づくりが必要であり、それが今ようやく整ったのではないかというふうに語っています。
ただし、非エンジニアであっても、アプリ開発は可能になる世界が訪れるとともに、より複雑なアプリケーションを構築するためのコーダーやソフトウェアエンジニアはなくなることはないということです。コードなしで書けるプラットフォームおよびアプリが増えれば増えるほど、基盤となるテクノロジーを実行するスペシャリストの需要が高まってくると予想しています。人々が Google が買収したアップシートを使用して Google Cloud で構築する場合、ユーザーとデータの量は増え続けます。その際、インフラを拡張する必要があるので、それを実行するためにはより多くの技術者が必要であるとしておりまして、例えば Uber のアプリのような技術はコードなしでは構築は無理だと今のところは語っています。このようにノーコードによる制作環境を整っていく世の中になってくるんですけども、このプラットフォームビジネスと勝者総取りのビジネス、ウィナーテイクスオールの論理で各社構成をかけていると思われます。ですのでどっか1社がリタイア、もしくは撤退をした場合は残り2社、そして最後に1社が生き残りシェアを獲得し、非エンジニアによる開発のプラットフォームはその1社に依存することになるでしょうということで、これはどこの会社が勝つのか、はたまた別の新興企業が攻めてくるのか、注目していく必要があると思います。以上、プルースでした。